ヨーゼフ・フィッシュホフは、チェコ系オーストリア人のピアニスト、作曲家、ウィーン音楽院教授。フィッシュホフは、モラビアのブチョビツェで、ユダヤ人の一家に生まれた。医師を目指して、勉学に励む傍ら熱心に音楽を学び、後にイグナーツ・フォンザイ・フリートの下で作曲を学ぶ。1827年に、父が他界すると、専門家庭修了を断念し、 音楽に先進するようになる。間もなく、ウィーンでも指折りのピアノ教師となり、1833年にウィーン音楽院のピアノ科教授に就任する。教師としてのフィッシュホフは、ヨハンゼバスティアンバッハ、ルートビヒバンベートーベン、フレデリック・ショパンの重要性を解き、あらゆる世代のピアニストに影響を与えた。自身もピアノ曲や、歌曲の作曲を手掛けたが、 作曲家として成功を収めることはなかった。一方で音楽関連の著作家としては多大な信望を集めており、その著作は音楽のより良い理解に大きく貢献した。またロベルト・シューマンのサークルに所属しており、1838年から1839年にかけては新音楽時報で目を立てようと試みている。ウィーンでは クララ・シューマンとも親密な付き合いがあった。作曲家のロベルト・フィッシュホフは老いにあたる。フィッシュホフはウィーンに没した。フィッシュホフは数多くの音楽に関する文学的作品を世に出すとともに、ルートビヒバン・ベートーベンの楽譜や自筆譜の収集家でもあり、そのコレクションは電気作家には重要な資料となった。彼の死後残されたコレクションは、 ベルリンの出版社であったユリウス・フリートレンガーの手に渡ったが、1859年にベルリン州立図書館へと売却された。ヤーコップ・ホッチェファーによるベートーベンの資料の副写は一度失われていたが、フィッシュホフに送られていたことによりその後フィッシュホフ原稿として知られるようになる。著名な文下生には、ジョージ・リキテンスタインがいる。ありがとうございます。